バー居酒屋編の第4弾は東海道線で小田原駅の一つとなり鴨宮。ご紹介するのは鴨宮駅北口から歩いて30秒程度、人気のパン屋さんグッドモーニング小田原の左手。今回ご紹介するのはこちら、さまさまテッド。個性的な外観で見覚えのある方も多いのではないでしょうか。早速行ってみましょう。こんにちは。いらっしゃいませこちらが店主のミキさん。見ての通り緊張してます。今回もオープン前まで店主といろいろとお話をさせていただきます。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。編集するんで、うん、なんかうまく喋れてないようなところは喋、うん、れてるようにポン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 つないで、おかしなところはちょっと適当な絵を上からかぶせて、かぶせて、はい、やるんで、はい、あのいつも通りでお願いします。はい、よし切られたもう早速飲もうかな。じゃあもう、はい、何しましょう。メニューか、こちらレモンサワー。レモンサワー、はい、ね、お願いします。ミキさんもなんか飲みます。いただきます。緊張してるんで、はい、なんかやばいやばいやばいぐらい緊張してる。はい、はい、ありがとうございます。じゃあミキさんも乾杯しましょう。はい、ビール飲んでいいですか。どうぞ。じゃあすいません。はい、いただきます。はい、失礼します。お願いします。よし、これで緊張ほぐすぞ。うまい。はい、少しリラックスしたところでお話を聞いていきましょう。結構いっぱい絵が至るところにありますが、こちらは、あ、それは私が、この辺は私が描きました。トイレの方の絵は友達とお客さんがこう描いてきてくれたりとか。あ、そうなの。絵描かれるんですか。絵描きます。昔から。昔から、子供の時から好きですね。こっちのキャラクター、はい、シューマイマン、はい、シューマイマン、シューマイマンの説明ちょっとしてもらってますか。シューマイマンは、あのコロナの時期にこうお店ができない時にずっと家に引きこもってて、である時あのこの辺の人たちでそのお店は開けれないけど、そのテイクアウトの品を作ろうと、うん、で1日3キロのシューマイを仕込んで、ある日、あ、ここに15センチぐらいのその妖怪みたいなそのシューマイマン座ってたんです。ああ、見えちゃった。見えちゃった。ああ、見えちゃって、多分もう疲れたんでしょうね。毎日毎日こう、3人でしたら、うんうん。幻が見えて、あ、なんか可愛いって、とうとう、シューマイの妖精が見えるようになっちゃったと思って。で、それで、家帰った時に、まあ、シューマイ、まあ、見えたまんまのやつをこう、落書きして、うん、あ、もうこの子に命を吹き込もうって、はい、あらゆるその場面で、そのシューマイマン、ぬいぐるみ作ったり、で、そのシューマイマンを可愛いって言ってくれるお客さんとかが増えてきて、でだん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 その物語編成で、もう本当鉛筆画なんですけど、こうシューマイマンで物語を作って、インスタのストーリーでバンバン上げたり。ああ、そうですね、インスタで結構見えますもんね。ミキさんのインスタグラムにはシューマイマン以外にも素敵な絵がたくさんアップされているので、ぜひチェックしてみて。おしゃれっすもんね、店内マジで。すごい、ね、その好きなもん全部詰めちゃえと思ってね。ここら辺に置いてるグッズとかも。うちのお店って万置きって、万引きの逆の万置きっていうのがあって。万置き、万置き、あの知らない間に物がこう、あの置いていってくれる。これもそうだし、ワンツーもそうだし。あ、これはお客さんが万置きしてた。万置きしてたんですよ。あ、そこのだるまさんも万置きしてたんですよ。これを万置きされたわけだ。万置きこれは誰が万置きしたかとかって分かるんですか。分かる時と分かんない時ありますね。面白いですよね、ここに来るお客さんは。そう、あのキャラがすごい濃い。うん、大体ね、こうさまさまのお客さんって濃いねって他の店にも言われて、うん、いや、圧倒的な濃さがありますよ、うん、だからみんな一段として仲良くなってるような感じ、うん、でも元々はみんな一人でこう来たお客さん、うん、うちカウンターだけなんで、で一人の人をほっとかないんですよ、常連さんは、うん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 、でそこで、まあ、よく出るのがテキーラ飲めますかみたいな。テキーラ、うん、飲めませんって言ったら、あ、そうですかって
なんかその飲めない人にはこうお茶をね注いで、じゃ気分だけでもっつって乾杯っつって、まあ、それそうですね、ちょっとそれ後でちょっと一回やりましょう。はい、ちょっとあの早かった、説明だけでは分からないと思うんで、やりましょう後でちょっと一回。カモノミやテキーラ文化については後ほどお伝えするとして、サマサマテッドの社訓についてお話を伺っていきましょう。これですね、社訓。ああそう、社訓、うん、社訓があるんですね。一人しかいないんですけど、私自分を信じて出しになれ、ぶっぱなせよ、いつも心に見せるなかなか。始めた頃ね、まあ、人見知りが過ぎちゃって、うん、あと何でもネガティブに考える癖があって、はいはいはい、で人知れず涙を流したりこのお店をやった頃いや、なんか寂しくてなんかこう私がなんかこう店主としてドカーンって最初からできたわけじゃなくて、うん、最初なんかこの辺に知らない人来たら隠れてえ、もともとでも小鳥屋さんではバイト、小鳥屋さんでアルバイトの時に、やっぱそれはもう常連さんがよく話していることなんですけど、まあ、こう小鳥屋さんのこう厨房に入る時にカーテンがあって、うん、で注文お願いしますって時にはいっつってこう出てって、うん、こうやってはいはいはいって書いて、うん、シャッとこれでこの人怖い人かなと思ってビクビクしちゃって、私はこうやって怖くてもこうやってお待たせしましたって飲み物を置いてるつもりが、なんかこの辺から投げてたみたいで、こうシャッバーってすごい早足でまたこうシャッって帰っていっちゃうみたいな。でも周りからあの子店やるんでしょっつって、うん、でもそこのねオーナーのあきらくんっていう人がこう、まあ私の師匠ですよね、はい、まあ、ね、ちょっとずつ覚えてこうっつって、うん、でちょっとずつ前に出てこうって、いやあれはねなかなか3日で辞めたくなっちゃって、アルバイトって全然もう3日で辞めたくなっちゃって、もうダメだこうやって。でお店はもうやるってもう夢だったものだもんね、うん、だけどなんかまた人見知りを克服したと思ったら発動しちゃって、こう、うん、いらっしゃいませって言って、え、何年前ぐらいですかこの店をスタートしたのは。は今9年目なので。 9? うん、8年前とかですね。12月26日でこの前 8周年、だん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 あの腹も据わってきて、ね、まあ、この尺に戻るけど、始めたばっかりの時にこれじゃいけないと思って、うん、自分を奮い立たせるためにこれ ね、 もうね、自分を信じるしかないと思って。そうだね、うん、確かに、まあ、出汁になるっていうのは、まあ、こう誰かこうお客さんこういっぱいいる中でやっぱりその人が輝けるように私がこう一つこう出汁になって、ああなるほど、盛り上げようっつって、ね、こう笑いが取れるんだったら何でもしようと思って、自分を使ってもらっても構わないよみたいな。素晴らしい。人見知りなミキさんから見るカモノミヤの魅力とは。カモノミヤの街ってのは濃いですね、私は。まあ地元じゃないからこう最初客観視して、なんてこんな濃い人たちがいいんだろうと思ったけど、でもちろんほら小田原のお店の人とも仲良くさせてもらったし、もうそうですね、はい、ね、こんなちっちゃいお店でもやっぱ一人ずつ来てどんどん仲良くなって、その仲良くなった人たちで次の店飲み行ったりとか、うん、すごいいい流れはあると思います、この土地は。そうそう、本当にいいと思う。名前の由来とか聞いておいていいですか。はい、サマ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 ね、テッド、テッド、まあ、サマサマテッドっていう、サマサマっていう言葉をそのあの伊豆大島にいつも、はい、あの好きで1年に1回ぐらい行ってたのかな、そこの大好きなゲストハウスがあって、うん、そこのママが私お店やるって言った時に、ミキちゃんさまさまって文字いいよって言って、うん、あのインドネシア語で、まあ、最初ありがとうだと、うん、意味をね、うん、ありがとうだって言われて、うん、あ、そうなんだ、うん、でテッドっていうのは私の父親のあだ名だったんですね、はいはい、でお父さんだから店をやる1年前に亡くなって、やっぱりこうお父さんと店やりたいって思って奮い立った目標なので。ああそうなんですか、うん、でそれでじゃあさまさまテッドありがとうお父さんでいいねっつって、うん、いい、まあ、一緒にねこう果たせなかったけど、うん、でオープン前にやっぱこうね鴨の宮のいろんな飲み屋さんに、うん、あの北口でやることになりましたみたいな感じでこう挨拶回りしてる時に、やっぱインドネシアが、ね、大好きな七種のマスターのところに行った時に、うん、さまさまってありがとうじゃないよって言われて、え、なんですかとか言って、看板もできちゃったと思って、なんかテレマカシが本当はね、ありがとう、
って言って、うん、手でまかしありがとう、うん、あとにさまさまってお互いさまって意味、どういたしまして的なニュアンス、そうどういたしましてお父さんみたいになっちゃうなんかごめんなさいと思いながら、まあ語呂がいいし、まあいいっすよね、うん、まあ、そのまま行こうって、そう呼びやすい、一度覚えたら、そう、うん、すげえ、繰り返し言葉がね、うん、ちょっと好きで、いや意外とこれ僕も緊張してるんですよ、本当、うん、そう、今まで、まあ、ずっとこの一方的に映すしかやってなくて、うんうん、いきなりやり始めたから、この、うんうん、なんかやっぱ違いますね、うん、今まで映してる時何緊張してんだよとか思ってたけど、うんうん、緊張する、うん、ふん2杯目飲みましょうか、はい、で、うん、メニュー安いっすよね、あ、そうめちゃめちゃ安いと思いますよ、うん、いつもいつも思うんですがみんななんかね怪しいから、うん、なんかこうすごく取られるんじゃないかみたいな感じでお客さん入ってくるからこんなに飲んだのになぁなんていつも帰るように思います。じゃあ麦のソーダ割り、麦ソーダ、はい、梅干しをお願いします、梅干し、ね、はい、どうぞ。この梅干しは自家製の、はい、自家製です。6月になったらつけれるので待っててねこの梅干しは普通にそのままいただいたりしたことありますけど、普通にというか普通より美味しい、 ありがとうございます中の上みたいな、ね、なかなかみんな結構同じようなものを使うはずなのに、うん、全然違いますよね。そう、もうね、つける人によって味違うからそれが面白いよね、うん、本当面白いと思う、うん、梅干しって全然違う。そろそろフードを頼みましょう。まだ営業時間前なので今回は事前に包まぬシューマイを頼むことを伝えていましたが、全くその話に触れない店主をお楽しみください。簡単なものしかありません。人気メニューは、一番の人気メニューは焼きそばかなあ、そうなんですか。焼きそばがみんな450円で、確かに安い、うん、なんかとこ来てお腹すいたっつって焼きそばみたいな、でこれからなんかこうオムレツ乗せてとか目玉焼き乗せてとか、はいはいはい、うん、あとここにないものでこんなのが食べたいと、なんかじゃあ煮たやつを作るねっつってあるもので、ああ、裏メニューでナポリタンもあるし、常にあ、そう、実はなんで全然包まぬシューマイの話をしてくれないんですか、はい、さっき言ったこれを頼むよってもう言ってもね全然して包まぬシューマイはもともとハンバーグを売りにしてたんですよ、こんなでかいです。でそれを680円で売ってたんだけど、うん、なんかこれ円安の影響で、うん、肉が手に入れなくなっちゃって、うん、で680円でやったらただでさえマイナスだったのに、うん、なんか莫大な、ね、お金になっていっちゃうから、莫大な赤字を生む存在になって、うん、だからなんか、まあ、同じひき肉でも豚のひき肉になっちゃうけど、まあ、それで妻のシューマイ、そのお客さんからアイディアもらって、へえ、すごい、ね、ちょっとそれをまだ視聴者さんは見たことないと思うので、ちょっとお願いします、はいはい、ということで僕はサマサマテッドの名物料理だと思う包まぬシューマイをオーダー。結構いつも賑わってますよね。そうな日とそうじゃない日があ、そう、ある。もうすごい不思議に思うんだけど、すごいこう混む日と混まない日、うん、街も歩いてる人がいる時と歩いてない時がある、うん、あのみんなせーので行ってんのかな、なんかね、口を合わせてんのかなって思っちゃうような日やな、今日行かなかろうみたいなさ飲みに行かなかろう、ね、単純に雨とかじゃないですもんね、うん、雨で意外と台風の時にうち来る台風一緒になんかこう嵐を楽しむじゃないか。なるほど、うん、でも危ないからね。そうですね無理しないでと思って。
ご近所さんが一番多いですか、来る人は。うん、近所のみんなも歩いて来れる距離の人とか、うん、だんだんやっぱりこううちで結構イベントをやったりとか、キャンプイベントとか、なんかキャンプイベントキャンプやるんですか。やります。ご自身があそこに薪をね本当だ積んである。ソロキャンプのグループ版で、うん、自分が作りたいものをこう、はい、グループソロキャンプどっち、ソロキャンの集まりみたいな、どう集団キャンプじゃん、集団キャンプで、そういうのだからこうお客さん同士で、うん、行こうよみたいな感じでこう行くと、やっぱりほら同じ空間をこう過ごすとやっぱどんどん仲良くなっていくから、うん、新しい人もそれでどんどんそうね、行こうよってこう、最初はこう私無駄に道具だけは持ってるんで、これを使いなさいみたいな。あとさっき言った伊豆大島の、うん、にその最大9人かな、はい、行けるよみたいな日にち合わせて、はい、それであっちでこう夕日を見ながらみんなでご飯食べたり、うん、で夜はねこうリビングみたいなゲストハウスにあるから、でそこでこう集まってお酒を飲みながら普段できない会話したりとか、でそうするとなんかもう帰ってくると親戚のような気持ちになる。親戚親友なん家族みたいな状態だから、何かあった時に、まあ、私もすごくお客さんに助けられたこともいっぱいあるし、うん、お客さんがお客さん同士をねこう助け合ったりとか、うん、プライベートで、いや思います思います、うん、だってここに靴の修理に靴を置いてって、うん、靴を修理できる人を持ってって、ね、そうどういうことだよお店なんだ中継ポイントとかね、中継ポイントそういうリビングみたいな、そう面白い、めっちゃ飲んでる、美味しゅうございます。一杯で大丈夫ですか。大丈夫なんですよ話しながらも間もなく料理が出来上がる。はい、お待ちどおさま。おい、熱いよ。熱い。はい、こちらが包まぬシュウマイ。包んでるようで包まれてない。包まないで、その皮を上にこうね、お団子の上にこうやることによって、はい、シューマイの味付けとお肉を使ってるけども、みんなハンバーグって言っちゃう、まあ、ハンバーグっぽい、そのハンバーグになっちゃう、ね、うん、ボリュームもあって、はい、これだけあって500円です、はい、いただきます。めちゃめちゃうまい。本当、はい、ありがとう。もううまい。結構ボリュームがあるんで、うん、500円という値段を見てパッと頼むと意外と覚悟しろよみたいな。うちもなんかやっことか一丁使ったりとか料理のこの開発はどこでやってるんですか。ここです。ここで、うん、お店で。お店でやってます。家庭で食べれるものしか出せないけど、食べ物は本当安めの設定で行ってるのは理由があって、うん、ホームレスをね昔してた時にうん、ホームレスをね昔してる時に、公園でもうお腹が空いて遊歩道みたいなところでゴロゴロ寝てたら、朝の5時ぐらいに、うん、そしたら茂みの、それ池袋かな、茂みの中からボロボロの傘ね、うん、とコロッケパンをさ、なんつうの、差し出してくれた、うん、まああのまあ、そういう人、うんうん、の方がねこう置く時にかわいそうに、本当に、ね、空が見えちゃうぐらい、あのボコだらけの傘だったんだけど、うん、なんかすごくそれが嬉しかったの。お腹が空くと人っておかしくなるのでも完全に本当家もなく帰るともなく、まあ、そう母親とね喧嘩でね、うん、飛び出しちゃった、まあ、10代だよね。10代ね、いろんなところ、まあ、いろんな人に助けられながら今があるけど、いやよく復活しましたね、うん、なんか19歳までがもう人生がなんかいろいろハプニングすぎて、食べ物だったら安く提供したいなみたいな、というところがそこで、うん、ああやっぱこう入ってくるときにミヒティお腹すいたって言われると、はいよーっつって、うん、なんかついつい大盛りになってて、
で、どんどん重くなっちゃう。前は同じグラムでハンバーグ3つ作れたのが、うん、だんだん2つになってて、はい、同じ値段で。赤字みたいな。あ、いろいろ経験されてる。伺ってますよ。今回の放送で配信で1回で行っちゃうとちょっと情報が多すぎる、うん、私いろいろ聞いてますけど、ちょっとおいおいにしましょう。まだまだね、アンビリーバボーなお話がいくつもあるんですが、それはまた別の機会に。みんなにこういうお店があるんだよ、みんな来てねという回なんで、ザ・ノンフィクションを言いたいわけではない。行けてー。音楽の話しましょう。そうですね、音楽ね、うん、やられてるんですよね。はい、バンド。急に方向転換。急に方向転換、うん、こちらがミキさんが所属しているバンド、ネコホッパー。オリジナル曲を引っ提げライブ活動をしています。3人でやってるバンドなんだけど、うん、もともとは私はベースをやるんだけど、うん、エレキギターにずっと憧れてる、うん、エレキギターを数年前に買ったんだけど、うん、エレキギターを弾いたことなくて、うん、なんかこうエレキギターで何かやりたいから、うん、あ、そうだ、バンド組もう。私歌詞とコード進行だけ考えて、それをカズさんって人にお任せすると、ちゃんと音楽になって帰ってくる。じゃあそれを3人で練習して、それでもう5曲、6曲あるのかな、それでやってます。お、多分今ここの映像の BGM、うん、ネコホッパー、ネコホッパーやってますけど、でこういろんなところでライブをして、いろんな人に言われるのが、うん、上手にならないよねって。何、どういうこと。ずっと地下アイドルでいてねみたいな。上手。だからね、下手くそな感じがまたその曲調と合ってて、それがいいっつって。うん、ああ。危なっかしいから。ああ、それがいいんですね、逆に。危なっかしい。で、ソロもやってましたね、ソロ活動。ソロを、アコヒを持って、ネコホッパーの曲を一人でやるという。それが、なんかどっかで噂が回ったのか、ミヒティ一人でもできるって、つって、いろんな、ところが声変わってできないんだろうなと思いながら。もうね、今度は辻堂で、まあね、で、6月がアンプさんの構図のアンプさんでやらせていただきます。続々と勢いがあるんですね。勢いがあるのか、まあ、私自身がじっとりしてるから。じっとりしてるから全然まだキャラがつかめてないです。人見知りで、人見知りなんですか。人見知りすぎちゃって、ミスですごい喋りまくる。ああ。じゃあ一歩外出て街で会ったら喋んない。喋んない。では、そろそろ最後の一杯。ここで。じゃあ次、うん。はい。全摘で。全摘ね。お願いします。はい。はい、全摘入りました。全摘やりました。今、銀ちゃんと二人。二人なので、はい、で全摘っていうのは、まあ、こうお客さんの中でもともと鴨宮がテキーラと音楽で盛り上げようっていう町だったみたいで、うん、まあ、飲めない人にはこれと同じ色のお茶をね、あ、なるほどね、配ったりとかして、おい、これで仲良し。仲良し。いただきます。まあね、その飲めない人にはお茶を。はい、この唐突に始まるテキーラ文化ですが、もちろん強制ではありませんし、ゆっくり飲んでも大丈夫なので、あしからず無理はしないでね。これが面白いですよね、この、うん、わーっと人がいるときに、うん、どっかの人が全席って言い出して、みんなで一気にわっと盛り上がるのがすごい楽しいな。やっぱりそのグラスをね、わーいってやるのが、そうそうそう、やっぱりそのコロナ期間もね、経て、やっとですよね、やっと。今まで、ね、仕切りがあったから、こうね、乾杯とかできなかったけど。うんうんうん、じゃあ、将来的な話っていうのはしていいんですか、しちゃうためなんですか。あ、大丈夫です。その2年後みたいなのの話っていうのは、うん、割といいのしてる。
え、7時平均。期限付きらしいよみたいな話とかって大丈夫、やっぱこうお店をやる前から、まあ、10年、飲み屋さんが10年にしよう、まあ、もともと父親と一緒にやりたかったんで、うん、まあ、父親の、ね、なんだろう、こう希望がね、うん、楽しいことをこう一緒にやろうと思ったけど、まあ、父親いないでこうできてね、こうやってるんですけど、うん、お店をやって思ったことが、みんなでお酒を飲むって楽しいな、楽しい、でこの時間がなんかこう終わらなきゃいいのにみたいな順番があって、でゲストハウス、さっきも言ったけど伊豆大島のねゲストハウス遊び行って、夜寝るまで、うん、こうリビングで飲む、で眠くなったら部屋に戻ればいいみたいな、うん、でそれを一期一会の感覚でできたら面白いなと思って、私今次の夢がゲストハウス、次がこのお店はやめて、そう、さまさまハウス、さまさまハウスになります。あら、あとどれぐらい、あと今9年目だから、でも今年始まったばっかだから、うん、約2年弱2年弱ぐらい、うん、分かんない、もう寂しくって長くなっちゃうかもしれないまあ分かんないけど今のところそうそう、まあ予定はね、あ、鴨の宮でいっぱい友達ができて、うん、そんなやつ友達が多いわけじゃなかったから、すごく今いろんな人と巡り合って飲み行ったり旅行行ったり、私にとって多分こうお店って友達を作る場所だったのかな確かにみんな、ね、ミキさんに会いに来てるような感じは、やっぱ10年でって言ってたけど、それやめるなよとか言ってくれるお客さんもいるし、もうそういう時も心がブレちゃうんだけど、場所は決まってないですよ、別に。場所は決まってない。もうとりあえず、一回止めて、自分をフラットにして、で次の夢に向かって動こうかな、みたいな。なかなかそんな割り切った生き方ができない。もったいないですよね、このお店すげえ盛り上がってるのに。なんかこう、いろいろ場所、長野行こうかなとか、淡路島行こうかなとか考えてるけど、離れるのが寂しいんだよね。え、こんだけみんなと仲良くなっちゃった、うん、すごい寂しい。だから鴨の宮でゲストハウスやろうかなみたいな。鴨の宮でゲストハウス誰が泊まりに来るんだと。でもなんかそういう自分でその小切れをつかないと何かをこう見失っちゃうんじゃないかなとか、そしたらなんかこうみんながもっと楽しくなるようなことをしたいなと思って、うん、でもそうですね、全く系統的には違うわけでもないし、うん、最悪みんなとも会えるだろうし、うん、ちょっと遠いけどかもしれない、うん、いいんじゃないかなと思いますよね、うん、ちょっと遠足的になるのかもしれない、うん、そう、ね、こうなんかどっか行ったついでにさ、うん、じゃあミキティのところ泊まろうとか、うんね、そういう感じでこう使ってもらえたら一番嬉しいし、うん、はい、じゃあいろいろ話聞きましたけど、ちょっともうそろそろ営業時間なので撮影は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。素敵な店主とお店に集まる楽しいお客さん、皆さんぜひ鴨の宮に来てください。ディープなお店がたくさんありますよ。ということで、さまさまテッドオープンです。